トラベルプランナーの橋本です。僕はですね、今ブルガリアのソフィアという首都にいます。ここでもですね、日本円で5000円分使ったらどういうことができるのか、どういうものが買えるのかっていうことをこの動画で紹介できればと思います。ドームと、はい、あの右と左側の小さな2つのドームは黄金で飾られています。全部で8キロの金が使われています。ビデオの撮影の料金払いました。10レバです。約700円、700円ぐらい、はい。あ、 1.6 って書いてますね。 1.6 レバー、シングルカード、まあ、キャッシュかバンクカード。ここでカードを使える、ビザ、ああビザ使える、これは使える。うん、あ、 P もできる、こうやって、あ、こうやって買って、まあ、ここで入れると。あのチケットにバーコードがあります、はい、でここバーコードはここに、バーコードをピット、そうそう、いや、この下の、そうそうそう、あ、こっち間違えた。先ほどブラッドさんとお別れをして、これからですね、ブラッドさんおすすめのレストランに行ってみたいと思います。おすすめしていただいたレストラン、ハジドゥラガノビデカシュティというレストランに到着しました。早速入ってみましょう。祝日だったんでちょっと閉まってるかなと思ったんですけど、開いてるみたいでよかったです。いただきます。うん、おいしいです。ニンニクがねピリッと効いてます。こちらがですね、ガイドさんのブラドさんがおすすめされていたカバルマです。早速食べてみます。こんな感じです。あ、落ちた。でっかいですね。めっちゃ辛い。野菜がたっぷり入ってます。うん、美味しいです。玉ねぎとナスとパプリカ、それから卵も入ってます。こちらもガイドさんがおすすめされていたバニツァという、パンになります。ここのレストランでは、食事じゃなくて主にデザートとしてバニツァを出してるみたいなので、ちょっと、まあ、あのケーキみたいな形で提供されました。じゃあ早速いただいてみます。すごい甘そうなんですけど、シロップが滴り落ちそうなぐらい出てます。うん、思ったよりは甘くないです。で、結構オレンジがいいアクセントになっていて、割と甘いけどさっぱりしているので食べやすいですね。お昼食べてきました。30レバーでした。ざっくり、2100円ですね。まあ日本でね、これぐらいやっぱりお腹いっぱい食べると同じぐらいかもうちょっと高くなると思うんで、まあ日本と比べれば安いのかなとは。ただブルガリアの物価から言うとちょっと高めのやっぱりレストランだったと思います。ちょっと高いなと思ったんですけど、美味しかったんで大満足です、はい、ここ選んでよかったなと思いました。こちらの中央駅の地下鉄セントラルステーション駅にいます。今からこのように南下していって、ここで降りたいと思います。ここはですね、ビトシャ大通りという繁華街になっていまして、ここを歩きたいと思います。まあ、日本で言うなら銀座みたいなところみたいですね。代表する繁華街です。ガイドのブラッドさんが教えていただいたお土産におすすめの一つ、バラ製品ですね。ちょっとここがバラのお店だったんで中に入って見てみます。今ですね、バラ製品屋さんにいまして、ローズウォーターありました。 5.5 レバーなのでだいたい380円ぐらいですかね。あとはね、バスソルトとかもありますね。あとは
ハンドクリームだったり、それからメンズの、バラ製品もあるみたいです。お土産にいいかもしれないですね。ものによってはね、ハンドクリームなんか3レバーで買えるので200円ぐらい、まあ、たくさんの人にあげるのは良いと思います。こちらの大通りでですね、バラ製品買いました。後でね、中身紹介したいと思います。はい、予算も少なくなったので、残りはスーパーで少しお買い物したいと思います。これですね、ボザといって、アルコールを含んだ雑穀の飲料らしいんですよ。ガイドブックに載ってたんでちょっと気になるんで買ってみます。だいたい1レフです。まあ、まずくてもね、70円ぐらいなんで、まあ、失敗してもしょうがないって感じですね。一回トライしてみます。ローズジャム売ってますね。だいたい4レバーぐらいですか、300円とかそのあたりですね。ビール売り場です。物によってはね、1レフ、まあ、だいたい70円ぐらいでビール買えるんですけど、まあ、物によっては2レバー、2レバー以上するものもあります。ペットボトル入りの牛乳もあります。それからお惣菜もあります。お水なんですが、大きい水がだいたい1レフいかないくらい、まあ、70円未満ですね。ペプシが 1.5 レバーなので、まあ、約300円ぐらいですか。コカ・コーラも同じぐらいですね。先ほどスーパーとバラ製品屋さんで買った商品を紹介します。ブルガリアの大手スーパービラのエコバッグが 3.89 レフだいたい280円ぐらいです。それから、ビール、こちらはすいません、イタリア産なんですけど、ちょっと飲みたくなって買っちゃいました。こちらのビールが、120円ほど、1.7 レフですね。それからこのジュースが 1.05 レフ、約75円。それからこのボザ、ちょっと気になりますよね。こちらが71円。それからバラ製品に移りまして、バラ製品の、バスソルト 6.5 レバー460円くらいです。それからリップクリーム、これ2つ買いました。リップクリームが 2.8 レバー1つ約190、まあ、200円ですね。それからこちら僕の専用ですね、シェービングクリーム、これが 6.9 レバー約500円となっています。これでですね、だいたいソフィアで5000円使い切りました。いかがだったですか。まあ、観光にそんなにね、お金実はあまりかかってなかったですよね。あとはお土産で言うと、バラ製品意外に安いですよね。バラ製品、特にバスソルト、バスソルト500円であんなにたっぷり入ってましたし、買わなかったですけど、ハンドクリームだったりローズウォーター、バラの化粧水だったり、そういったものも、まあ、そこまで高くないので、非常にバラ製品というのはリーズナブルで、割とブルガリアらしいお土産なのでおすすめです。はい、最後にね、ブルガリアの国民的飲み物ボザを飲んでみたいと思います。ちょっと喉が渇いてきたのでちょうどいいと思います。じゃあ行ってみます。麦麦っていうお菓子があるじゃないですか。あの匂いがしますね。穀物の発酵飲料なので香ばしい匂いがします。もういらないです。ちょっと酸っぱくて、思ったよりトロトロです。トロトロで喉を伝ってここに入ってくるのが分かって、ちょっとこれまで体験したことない飲み物ですね。最後にもう一回一口。はい、もうこれはいいかな。ご視聴ありがとうございました。また見てください。